で、下の方は結構葉っぱが古いので、かすれを生かして。つらーん。はい、毎度、おこしやすつららん。わざっかやつららんの職人、しょうちんでございます。この間は、重陽の節句でしたね。重陽の節句って言ったら、菊をね、めでる、暦。めでる？わからんけど。まあ、長寿とかね、健康を願って、なんか、する。らしいです。ということで、今回はね、秋も近づいてきましたし、菊を描いてみたいと思います。四君子の一つなんですけどね、水墨画で言ったら。で、以前ね、菊の描き方みたいなの出したんですけど、今回はね、色で描いてみたいと思います。じゃん。皆さんも持ってはる方が多い顔彩で今日はやってみたいと思います。菊っていっぱい種類があって、厚物とか果物とかあるんですけど、今回厚物。ちょっと豪華な菊ですね。これを描いてみたいと思います。まず道具の説明からいきましょう。さっき言った顔彩。これ墨ですね。吸ったやつです。単経験で中国の、小円木を刷りました。ちょっと青みの効いた墨です。で筆はこの2本で今日はいけると思います。六間堂水墨画筆の小。硬い筆のやつですね。これで花を描いて、で今回はね、ちょっと珍しいんですけど、書道展で僕求めたと思うんですけど、白雲館っていうんかな。白文堂さんの柔らかい羊毛の毛。これで葉っぱをこう踊るように描いてみたいなと。柔らかい筆の方がこうなんか面白いタッチが出るんでね。それで葉っぱ描いてみたいと思います。まず色を作りましょう。色をね、先に作っておきます。顔彩は乾いた色が薄くなるので、最初にめちゃめちゃ濃く溶いておきます。今回ね、黄色の菊描きますよ、厚物。まず黄色をたっぷり。これ平皿の方が扱いやすいと思います。で、こっちあまりにも黄色すぎるので、ここにね、少しだけ赤を加えます。ちょっとオレンジっぽい黄色かな。で、この隣に、赤みの多いオレンジを作っておきます。濃く溶きにくいね、でもやっぱ顔彩は。どうしても薄くなってしまうから、本当はね、中国の国画顔料、チューブ絵の具のやつね、あれを使った方がいいと思います。ただ、持ってへん人が多いからね、今回ちょっと顔彩でやってみようかなと思うんですけど。薄なりそうやね、これもね。聞いたん聞いたん。初めて見てくれてる人も言ってるよ。猫ちゃん可愛いですね、って。どっか行った。よっしゃ、こんな感じかな。こんな感じで薄い黄色と、少し濃いめのオレンジ、これを作っておきます。はい、次は紙ですね。これは僕がいつもよく使っている玉盤線の、全両面単線。これを使います。白いフェルトの方が汚れちゃいますけどね。色が見れるので。やっぱ白いやつがいいですね。あと薄墨も作っときましょうか。葉っぱのところは墨でいくので、こんな感じかな。まずじゃあまた基本的な話なんですけど、菊の厚物の形ですよね。これどう捉えていこうかなと思うんですけど、僕はですけど、まず丸いおまんじゅうみたいなの。想像します。ここが中心として、こっからね、こう包み込むように、こんな感じかな。みかんの実みたいな感じにまず丸を入れます。で、この丸を守るように、この周りのやつがね、こう周りを囲ってるっていう形を単純化したらこれですよね。あとは花びらをこう前後どう取り混ぜていくかっていうだけの問題なので、こう手前に来てる花がね、ちょっと難しいですけど、こう手前に来てる花から描いて、この丸を守る感じで描いていくと鱗状に、うまく描けるんじゃないかなと思います。で、彫刻なんですけど、これね、僕がいろんなね、先生方のやり方見てると、両熊一筆の筆をこうシュッといった右と左に濃い色とか墨が出るのを両熊っていう彫刻があるんですけど、それをされてる方が多いんですけどね、こうやすやす半紙にちょっと変えて、説明長いけどごめんなさいね。この黄色い基本の色を全体に含ませて、まずこう平らに整えますね。そしたら、この平らに整えた右と左にこう濃いやつをちょんちょんってつける両熊をして、こう引くとほら、独特なこの菊の花びらになるんですけど、これね、この両グマをね、多用してしまうとですね、はい、こうね、一見良さげに見えますよね。菊の立体感とか出てていいとは思うんですけど、全部これをね、両グマで描いちゃうと、なんかこうおもちゃっぽくなってしまうと思うんですよ。僕あんまりこの彫刻ががっちり出すぎてる絵って好きじゃなくて、水墨画でもうちょっと自然に表したいんですよね。そういう時僕はね、こうしてるんですけど、先ほどみたいに平らにならすのは一緒で、平らにならしたら、このね、両端じゃなくって、例えば下にこう、ツッとつけますね。そしたらこれを上に向けて、このまま運筆するんですよ。ほら。そしたらね、この両グマじゃなくって、なんていうかな。
少しマイルドなね、両グマみたいになるんですよ。だから彫刻し直さなくてもこのままずっといけるんですよね。こう上に乗った濃い色が脇からこう出てくるのかな。こうやってるとね、どうですかね。まあこっちの方が派手さはないですけど、自然な彫刻になるんですよね。だから僕はこっちの方が好きなんですよ。まあこれ好みなので、こういう派手派手しい彫刻が好きな方は両方にこうちょんちょんとつけてもいいと思うんですけど、先ほどみたいにつけた側を上に向けて分泌するっていうやり方もあるので覚えておいてください。僕は後者で今回行きたいと思います。それにしてもやっぱ岩彩薄いな。乾いたらだいぶ薄なると思うねんな。じゃあ先ほどやったみたいに黄色を含んだ、筆を平らにならして、ここをスッと撫でて、これを上にして描いていきます。まずそうやね、どこら辺に花持ってくるかやな。分泌ちょっと見といてくださいね。まず手前に来てる花びらから描いていきます。こんな感じで手前に来てる花を先に描いておかんと、これ後から描けないんでね。で、徐々にこう丸型を意識して、こうね、丸型を描きましたね。これを包んでいくように、でこう真ん中はね、結構つぼみっぽくなってるので、ゆっくり筆を動かしてにじみ効かしてあったりしたらいいんですけど、この周りを囲ってるこの運筆はちょっと早めに動かして、このね、菊の花のこうパリッとした、結構ね、あの分厚いんですよ、厚物って言われるぐらい花びらの分厚さが、そういうとこもこう出していきたいですね。こう早めに運筆して、あと結構ね、対称になりやすいんですけど、この形が左右非対称にしていきましょうね。例えばこれと同じようにならないように、ミラー反転させたみたいにならないように、いろんなとこにこうバランスよく入れていきますね。切ったん切ったん、ちょっとやめて、ちょっと見えへん。立体感意識しながら、ちょっと早めの分泌も加えながらやっていきます。こんな感じかな。花火みたいになりましたね。そしたらじゃあ横の菊も描いていきます。彫刻はですね、このオレンジ色の出方がちょっと弱まってきたら、さっきと同じようにまたシュッとこうすくって上に向けてやっていきます。つぼみ描きますね。つぼみはちょっと濃いめでいきましょう。で、今度ちょっと上目にまた同じような形で描いていきます。手前に来てる花びらちょっと難しいですけど、こんな感じでね、手前から描いていきます。で、手前が出揃ったら、この中央の守られてるみかんみたいな花びら、はい、今構図的にこんな感じですね。じゃあこの隙間ですよね、この隙間、運筆と運筆の隙間のところをちょっとね、色で埋めたいですね。これはまあ好みでいいんですけど、僕は先ほど作った黄色にですね、ちょっと緑混ぜちゃいます。ちょっとだけですよ。少しうぐいす色っていうか、これを薄めてですね、この中心のところをちょっとにじましてあげます。隙間を埋めるみたいな感じで、裏から彩色してもいいですね。表面にあんまり影響出したくなかったら、ちょっと菊っぽい感じ出るんですよ、こうやったら。これ重みも出ましたよね。少し花びらがこう出てきたところ、はい、じゃあここで、ここまで来た筆を持ち替えます。羊毛筆ですね。これで葉っぱ描いていきます。これがまた難しいやな、僕苦手なんですよね、葉っぱ。まあ海紫縁画伝で葉っぱの、構図いろいろ書いてあるので、それを参考にしてみてもいいかもしれませんね。まず筆全体に淡墨を含ませて、で、お先3分の1から4分の1ぐらい濃墨を取ってきて、よーくなじませます。そしたら適度に墨を取って、手前に来てたり右左に来てたり、うまいことこう取り合わせていきましょうね。あの葉っぱの描き方みたいなのは確か四君子の時に説明してたので、そちらも参考にしてみてくださいね。まず打ち込みをね、丸くするのがポイントです。こう先が尖ってしまうと菊に見えないので注意してくださいね。角の部分ですね、これ。
菊と茎がややこしい。茎が入るね、その位置を考えながら葉っぱ入れていくと分かりやすいかな。で、下の方は結構葉っぱが古いので、かすれを生かして、ちょっと古い感じを出しましょう。古い感じを出すのは、こう、かすれを生かしてあげると、古い葉っぱの感じ出ますね。水気を切って、ちょっとだけ早めに筆を動かすと、自然に古い葉っぱが表現できると思います。はい、こんな感じですかね。じゃあまた筆持ち替えて、今度はちょっとやっぱり強い茎を描きたいので、筆を持ち替えてですね。カタグマって言っても、穂先に濃い墨をつけるカタグマじゃなくて、こっちの側面に濃い墨をつけて、葉っぱのところがね、変にならないように繋いでいきます。繋いだらですね、あとはこの茎とかに少し濃い墨を取ってきて、こうちょんちょんを加えてリズムをつけてあげますね。菊の茎も言いにくい。デコボコしてるところがあるので、こうやってちょんちょんをつけてデコボコ感出してあげます。そしたら今度は葉っぱを嫌味のない程度にしておかんとダメですけど、茎と葉っぱをつないでいきます。じゃあ、最後にですね、一番濃い墨、濃墨、一番濃墨で書きにくい人はね、ちっちゃい筆に持ち替えていいと思うんですけど、葉脈をまだちょっと書いてないかな。これでね、葉っぱの方向性が決まりますよね。葉っぱの方向を出してあげますね、ちゃんと。どっちに向いてる葉っぱなのか。あ、これつぼみ忘れてた。こんなとこ書いてたっけ。忘れてた。これでもこんなとこどうするよ。こんなとこあったんか。忘れてたわ。どうしようかな。じゃちょっとこっちにも構図取ろうか。しゃあなし。ええ加減やな。じゃああとは全体見て、ちょっと少なく感じるところをこう補足したりして、終わります。よっしゃ。よっしゃ。はい、いかがでしょうか。岩彩で厚物の菊完成しました。ちょっと葉っぱがな、うるさすぎたかなとも思うけども、秋らしい感じの水墨画になりましたね。やっぱりでもこうあれやね、水墨画もいいんやけども、墨だけの水墨画もいいんですけど、こうやって彩りがあるとやっぱ違いますよね。なんかこう秋の実りも感じさせてくれる感じで。ただやっぱ岩彩やっぱ薄いね。どうしても薄くなるね、乾いたら。ちょっと近づいて見てみましょうか。はい、こんな感じでね、玉盤線のすごくいい墨のね、感じはいいですね、これね。やっぱこれはね、玉盤線じゃないと出ない、この墨の感じなんですよ。で、岩彩を使ったとこがこちらです。ね、薄いっしょ、これ。もう完全に乾いてるんですけど、ちょっと薄いな。まあ、これはこれね、渋みがあったり、落ち着きがある絵になるのでいいんですけどね。嫌いではないんですけど、もうちょっと発色してほしいな、でも。でもいかがでしたか？今回のポイントになるところ。両グマで描かない。これ全部両グマで描いちゃうと、例えば先ほど描いたやつがこちらなんですけど、これがね、全部両グマで描いたやつです。なんかね、いかにもおもちゃみたいな感じがして、僕あんま好きじゃないんですよね。やっぱあくまでも自然な彫刻。筆を進めるにつれてこう弱まっていったりね、するところがある。彫刻が僕は好きなので、今回は先ほどやったみたいに下に色をつけてそれをひっくり返して、描いてみる、ちょっとマイルド両グマっていうか、それを使って描いてみました。あとはね、こう葉脈とかこう描いて葉っぱの向きをこう明確に、見る人に伝える、これも大事ですよね。結構ね、葉っぱが難しいです、こういうモチーフって。はい、いかがだったでしょうか。あ、ちょっと線が邪魔になってる。まあ、岩彩でも描けなくはないので、お手持ちの岩彩なんかを使って、ちょっと秋の彩りとして菊を描いてみてはいかがでしょうか。まあ、こんな動画ですけどね、何か皆様の制作に役立ってることができたら嬉しいです。ぐだぐだやもん。もちろんね、全部色で描きたい方は、葉っぱを緑にしても大丈夫だと思います。墨をね、つけると彫刻になるので、それも。はい、それでは本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またお越しやすー。
パキラって知ってますか？パキラ、観葉植物の。こいつめっちゃ成長してね、もう長くなりすぎたんでバチ切ったったんですよ。で、切ったやつを水差しに入れてるんですけど、元気に生きとんのよね。なんかそれ見たらかわいそうで、これね、生えてきてまた植えたら増えるらしいんやけど、また増やしてしまいそう。どうしよう。